皆さんこんにちは。ようこそ矢部美穂チャンネルへ。今日はですね、何をするかと言いますと、今川崎宅なんですが、ファンの方のリクエストにお答えしまして、料理企画やりたいと思います。イエーイ。とは言いまして、私料理は苦手です。あまり好きじゃない。でも三輪堂騎手がいますので、一生懸命ね、でレシピを見ながら、料理の方頑張っております。今日はとりあえず、3品ほど作ります。最後までお付き合いください。ご飯を炊きます。うちのお米はなんだっけ、龍の瞳だよね。違ったっけ、龍の瞳だよね。信彦さん、龍の目じゃないよね、瞳だよね。どこの岐阜。まさかね、 YouTube でね料理をすると思わなかったです。私本当に不器用な女なので、皆さんお許しください。2人なんですけど、私あんまりご飯食べないのよ、お米は。だからいちごを炊きまーす。私はですね、固めのご飯よりも少し柔らかめが好きですけど、皆さんいかがですか。こんなもんで、ラザーニャ炊き、硬さ、粘り、文化、良かったですよ、良かった。はい、57分したら出来上がります。だから57分で3品作っちゃいましょう。綾野屋のだし、これはプレゼントしてもらいました。まず最初にですね、オクラと鰹節の、オクラのおかかあえを作ります。私簡単なものしかね、皆様作らないのでご安心ください。だからね、料理が苦手だよっていう方はぜひ私が作ってる料理作ってください。私が作ってるんだから皆さん作れます。本当にね、なんか手が込んでるのを作りますよねって言われるんですけど、あとレシピを見て簡単なものしか作れない。あ、このオクラ当たり見て、大きい、わかるかな、大きいの。あ、大きい、当たり引きました。大きいです。なんかオクラも当たり外れありますよね。これね、めちゃくちゃ便利ですよ。ジップトップって書いてある、ジップトップ。これにオクラを入れて、500ワットで1分チンします。鰹節もですね、この容器を使ってチンします。この中に鰹節入れます。鰹節一つかみでいいんだ。でもちょっと私多めが好きだから、もうこのまま全部使っちゃう。なんかオクラは一袋使うみたいなんですけど、鰹節は一つかみでいいみたいなんですが、たっぷりが美味しいから一袋使います。じゃあこれもチンしますね。オクラです。そしてチンした鰹節を入れます。はい、入れます。鰹節もったいないからちょっとね、ちゃんと全部出しましょう。はい、そして、あ、確かに鰹節のいい香りがする。皆さんチンするのおすすめです。そしてここにですね、めんつゆ大さじ1杯だけですよ。めんつゆ大さじ1、お湯、これもなんかいただいたやつです。うん、いいと思います、バッチリです。見えるかな、出来上がりました。夫もベタ褒め、オクラのおかかえの完成です。ベタ褒めしてくれるといいね。本当にしてくれるかしら。じゃこれはちょっと、はい、
こちらの材料でおサラダ作ってきます。あとね、あれが残ってた、まだ黒ニンニクな、黒ニンニク甘いから大きいのにな、黒ニンニク、うん、ちょっと使ってみて、黒ニンニクも使っちゃいます。よし、もう今日はドレッシングはですね、市販のキューピーのドレッシング使ってきます。今日のメインを作りたいと思います。豚バラニラ厚揚げ作ります。初めて作るのよ、私。そう、材料はニラ一束使います。そして豚バラね、豚バラと厚揚げと豚バラを使って豚バラニラ厚揚げ作ります。何回も言ってる。さあ、これはもうきっちりレシピ通り矢部さん作りますよ。まずお肉は、レシピですと 150g に対してニラ一束となっております。これはですね 188g あります。ちょっと多めだね、でもいいね。やっぱね、お肉いっぱい食べてもらいましょう。スタミナをねつけてもらうんですよ。はい、次回祭もいっぱい買ってもらいましょう。今回祭参照したので本当に良かったです。終わりよければ全て良しなので、後半きっと三輪の人やってくれると思います。信じましょう。ちょっと急がないと、三輪の人がお腹を空かして待ってます。お腹すかした？お腹空いてる？あと30分ぐらい我慢できます？撮影しながらだからすごいね、時間かかるわ。いつも早いんですかね。だからサクサクサクって作ったんで、このぐらいかな。4cm。よし、できた。ちなみに私は包丁、切れない包丁を使ってます。切れる包丁は私怖くて使えません。殺菌、こんな感じにちぎっていきましょう。500ワットで2分ほど、はい。厚揚げを温めてる間にですね、フライパンで豚バラ薄切り肉を炒めます。オリーブオイル使いますよ。オリーブオイル、私はこういった容器にオリーブオイル入れてます。豚バラ肉を炒めて油が出てきたらニラを入れます。ニラ投入しますよ。投入です。調味料はニンニク2かけら、醤油大さじ2、酒大さじ1、砂糖大さじ2分の1、豆板醤小さじ2分の1、すりごま小さじ1です。有機すりごまの白は小さじ1杯。ごまも体にいいからちょっと多めに。この辺は測らないですね、私いつも適当に、もう目分量でいっております。よし、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。で、この調味料合わせました。混ぜ混ぜしました。あ、こぼした。まあね、この動画通りながらならないからね、ちょっとこぼれましたけどなんとか大丈夫です。はい、ちょっと行ってきます。厚揚げが下に来るんだ。なるほどね。はい、調味料入れました。はい、またさらに炒めていきます。出来上がりました。豚バラニラと厚揚げです。炒め物美味しそう。もう持ってきます。いろんな風に、本当はですね、冷蔵庫に餃子がまだあるから餃子も焼こうと思ったんだけど、
もう三輪の串をめちゃめちゃ任せてるので、今日は三品と梅干しで勘弁してください。いいよ別に、だってそれで十分だし。よかった優しい旦那さんでよかった。いやいやいや、冷めちゃうのよ餃子焼いてしまうと。お待たせしました。いただきますいただきま す。お腹すいた。お腹すいた。ちょっと時間かかるね、やっぱりね、撮影しながらだとね。じゃあちょっと感想も最後にいただきながら、うん、はい、締めていきたいと思います。おいしい、うん、あのテレビ用じゃなくて、うん、YouTube 用じゃなくて、おいしい。じゃあちょっと本当においしいが、カメラに向かってちょっと感想いいですか。おいしいです。どんな味がします。ちょっと辛めにしたんだけど、うん、スタミナがつきそうなピリ辛な、うん、ご飯の進む味です。あ、よかったよかった。うんうんうん、これは美味しくできた。ご飯が進むね、本当に。ありがとうね、洗い物。